はいどうも、パープンテージルサッカーチャンネルのつっつんです。とで今回は最終戦逆転3位ということで、札幌戦ですね。プレビューやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。ということで、まあ今季限りでの引退鑑定、いやー昨日ねバッチリ決めてくれました。最後ね、お仕事というところでございました。でスクロデさんもこれが最後のリーグ戦というところで、まあ、これからまだねクラブワールドカップ等もありますんで、で ACL もまだ、決勝トーナメントの可能性本当低いですけど、まあ、最後まで残ってると、ね、この最後まで、ね、決勝トーナメントの道残したのはこれカンテのおかげというところでございます。さ、じゃあ今回この、まあ、本当小野伸二の引退試合ということでね、まあ、ちょっと小野伸二に関して僕はねもうあれなんです。本当ね2000年代真ん中ぐらいのね一回こう浦レッズに帰ってきた頃の小野伸二しか僕は知らんというところで、まあ、浦レッズ時代若かりし頃の小野伸二に関してはね、まあ、入団当初は分からんと。ただ、まあ、2000年代中盤それこそまあ2年間ぐらいかな、浦レッズにいた小野伸二、その時の印象は相当残っておりますね。やっぱりあサッカー楽しんでんなっちゅう、なんか本当よくねみんなサッカー小僧って言っておられますけれども、まさしくその通りかなというイメージがありますし、でやっぱ海外やっぱフェイエノルト時代はね毎回これね夕方のねこれ、夕方のニュースいつもこうフェイエノルト時代の、ね、小野伸二の活躍とか、レッジーダ時代の中村俊輔の活躍とか、まあ夕方のニュースとかでもね取り上げる、そんな時代でございます。いや本当ねあの大好きな、小野伸二、僕がね本当ねもっと見たかったなって感じも正直しますけどもね、というところでございました。小野伸二引退、さ、札幌そういうモチベーションがありますんで、ね、ここはしっしっかり浦レッズはまず抑えて勝って、そして、ね、ちょっと小野伸二には、申し訳ないですけど、しっかりこの試合勝ってですけどね、なんとか3位の道、こじ開けたというところでございましょうかね。はい、ということで見ていきましょうかね。まず札幌対浦レッズというところで、札幌、現在勝ち点40で11位というのは今シーズンの札幌というところですね。まあ現在勝ち点40なんで、で11位、やっぱ今年の J リーグ全体的に見渡して、ね、勝ち点40で11位っていうのは結構まああれですよね。本当は勝ち点40って、まあ、残留争いをしていてもおかしくないみたいなとこになってきますんで、まあ、札幌ね来季に向けてどんだけ、立て直すことができるかどうかというところでしょう。まあ、直近5試合に関しては、まあ2勝1分け2敗ですが、直近3試合はね、負けがないというところでございますね。FC 東京3対1で勝ってますんで、やっぱ札幌って一旦乗ると手がつけられないみたいなね、一旦勝つと札幌は手がつけられないみたいなところがありますんで、ちょっとね前回 FC 東京戦の3得点これちょっと浦レッズもね警戒しないといけない相手というところでしょう。で、対数浦レッズございますけどね、勝ち点54.4位と、いうのは今シーズンのレッドというところで、まあ、今シーズンのレッドもいろいろありましたね。まあ、ギアクマキスさんがハイジャックされたとか、まあ、その起きたカンテがね、活躍、今本当にマリッチみたいな選手と言われておりますね。まあ、こうね、ウレッドに在籍した期間はそんな長くはない。で、マリッチは多分あれですよね、夏場の加入ですよね、それこそね、ポンテ、マリッチの加入ではあった。エメルソンがね、退団したという影響で、そこでね、ポンテ、マリッチが来て、ポンテは結構長く活躍はしてくれました。で、マリッチに関して、やっぱ後半戦の活躍、特に天皇杯ですよね、とかの活躍が僕の中では印象的な選手にはなってきますんで、まあ、確かそういうね、まあ、活躍した、在籍した期間は短いんだけれども、こうやって活躍するというのはマリッチに似てんなという感じは、正直しておりますけどもね、というところなんですけれども、その浦レッズ、直近5試合が1勝2分けの2敗と、まあ、現在2連敗中というのが浦レッズになってきます。まあ、ACL は勝ったんで、まあ、なんとか公式戦の連敗は止めることができました。ね、ただ、鹿島戦に、だから引き分けた、レイソル戦以降の公式戦はちょっと勝てていなかった。浦レッズになってきますんで、ここしっかり勝ったのは大きかったというところでございまして、この、ね、札幌戦に、なんとかつなぐことができたというところでしょうかね。で、こちら、これが、札幌浦和の通算対戦成績でございますけど、意外とね、こう浦レッズがこう飛び抜けていい数字を残しているわけでもなくて、割と競っているというところでしょう。で、直近3試合も今年は4-1で浦レッズが勝ちました。しかし、まあそれ以前はまあ引き分けが2試合連続で。ついてというところでございますんで、まあちょっとね、この札幌は別にこうどっちがどっちもこうね、相性がいいわけでもないというところで、やっぱ札幌はね、小野伸二引退というモチベーションで、浦和はこう3位に最後、滑り込みたいというところのまあモチベーションがありますんで、まあ両者何か勝ってる、何かのためにまあこうね、勝つ意味があるというかね、っていうゲームになってきますんで、まあどういう展開なのかどうかと、本当最初の15分、どちらがテンション高く入ることができるかどうか、まあなんなら最初の15分でゲームを、決めるぐらいの気持ちで最後、最初入ってほしいというところでしょうかね。はい。これが前回先発メンバーということで、まあ、札幌は前回 FC 東京戦で、浦和は前回の武漢戦ですが、ACL 武漢戦のメンバーと
というところで、で見ていくと、高橋選手、脳震盪でこの試合無理ですね。で大畑選手も、試合中の怪我というところで、まあ、この試合も無理というところなんで、多分左に扇から右関根みたいな形に、なるんじゃないかで、中島選手はだいぶ、ね、コンディション上がってるのか、まあねまあ、プレー時間が伸びてきておりますんで、まあ、この試合も先発で、まあ、3試合連続で先発でもいいのかもしれません。でワントップが官邸がこの試合入っていくんじゃないか、まあ、リンセンが水曜日出たというのもありますし、まあ、官邸が、ね、ちょっと温存できたというところなんで、まあ、この試合官邸が、ね、最後、リーグ戦入ってくる可能性が高いというところでしょう。まあ、来季の監督ね、レイブ監督とかね、まさかのね、レイブ監督とかいろんな、ね、名前上がっておりますよね。ハンジフリックとかね、いろんな名前が上がっておりますんで、まあハンジが来るか、ね、レイブが来るかというところでございましょう。まあそうなるとまたねシステムとも変わってきそうでございますし、まあ、求めてくるメンバーも変わってきそうですけどもというところでしょうね。で札幌はこんな感じというところでございます。まあ何人か多分ね選手の入れ替えはあるんじゃ、なかかというところでございましょう。でまあやっぱね札幌ワントップとかどうも定まんとか、駒井選手がだからゼロトップ気味に動いてやってるという感じで、小頭はいてもやっぱワントップ駒井なんだなっていうのはありますよね。まあ小頭がいればねワントップの小頭を使ってもいいのかもしれません。まあ実質ね駒井選手が自由に動いているんで、まあ小頭選手がまあ前線にいるみたいな時間多いというところでございましょうというところでしょうね。あとだから田中俊太選手が、ね、田中俊太はどうすんだろう、まあ海外に行ける実力は僕はあると思っておりますけれどもというところと、やっぱ今シーズン大爆発で浅野選手もいるというところなんで、まあこれに加えても小野伸二がベンチしてくると思いますんでね、まあやっぱ小野伸二の花道を作らせるわけにはいかんというか、本当そこはねしっかりやってほしい。裏ってはねもうね小野伸二の引退、まあ確かそこに注目は集まるんでしょうけれども、ただやっぱりね試合は試合で勝ってほしいというところでございますね。はい。で、これが今節の注目選手というところで、中村といえばございますね。中村といえば本当好きな選手です。まあ本当1年前の僕はヴィッセル神戸戦、2022年のヴィッセル神戸戦での中村といえば選手のパフォーマンスが僕は今まで頭に残っております。いや本当ね、いやあんだけのプレー見せて、じゃあどんな成長をするんだと思っていたんですけどもね、まあ本当成長してくれたと、本当順調に成長して、まあいつ海外に行ってもというところでしょう。本当中村といえば田中俊太は、ね、いつ海外に行っても中選手ですよね。本当それぐらい素晴らしい選手をね札幌も取ってね、取ってしかまあ育成してね、されたなっていう感じもしておりますけどもね。で関根、多分中村東也が先発であれば、ね、関根とマッチアップするでしょうし、まあ、途中から出てきても多分マッチアップする可能性が、まあ、センターバック真ん中もやる選手なんで、まあ、もしかしたらマッチアップしない可能性もありますけれど、まあ、関根 VS、中村というところはちょっと、ね、注目、まあ、やっぱり埼玉出身関根と、ね、地元出身北海道の、仲間というところでございましょうね。はい。なんでこれが、両チームの数値化した数字ですね。両者か、両者の数値化した数字というところでございます。やっぱ中村東也は分かりやすい数字が、並んでおりますね。まあ、こんな感じというところでございましょう。で、責任に関してはドリブルチャンスが14ポイントというところですね。だからまあ中村東也は空中戦強くて、まあ、単純な守備力も高いで、ただ意外とこうミドルシュートはあるというところなんで、まあ、ある意味本当福森選手の正当後継者です、この選手はね。まあ、分かりやすい、まあ、福森選手もこう高さがあってみたいなところがありますし、まあ、だから中村東也がサイドバックやった時にどんなプレーするかというところ、やっぱこう3バックの左、特に三者式との、ね、また違いがありますんで、まあ、サイドバックやった時の中村東也のプレーというのはちょっと注目にはなってきますし、まあ、どうなんだろうな、サイドバックとしては本当大型サイドバックには、なってきます。170センチ後半でもね、サイドバックは高さがあるみたいな言われますんで、そこよりプラス10センチ、まあ、近く高いというところなんで、まあ、中村東也どういう成長するかというところちょっと期待というところでしょうかね。でこちら、これが両チーム数字の話になってきます。まあ、札幌、まあ、やっぱオフェンス面の数字はね、まあ、全然首位にいてもおかしくないというところでしょう。まあ、チャンス構築率も1位、まあ、J リーグの中で一番チャンスを作っているクラブというところと、シュートの本数も2位というところと、得点力も 1.7 で、本当この辺はもう優勝してもおかしくないみたいな破壊力を、持っておりますね。でまあ札幌もだから別にこう純粋なセンターフォワードがいるわけではない、まあ、キム・ゴンヒとか、ね、小頭選手がいますけれども、やっぱまあ小頭選手はさっき言いましたけどね、小頭選手がいてもやっぱワントップ、まあ、ゼロトップ気味に小前選手を使っているんで、まあ、その一番トップのところにこう、ね、得点力ある選手を置いているわけではないんですけれども、どっからでもこう点が取れるみたいなところでしょうね。であと金子選手の離脱がだから、ね、痛いというところもあるかもしれません。で、まあ、ただまあディフェンスの指標を見ていくと、まあ、非チャンス構築と実は2位なんですね。で非シュートの数も4位なんで、
まあ、J リーグの中では2番目にこうピンチを迎えることが少ない、相手がチャンスを迎える前にこう阻止するみたいなところがあって、まあ、シュートも打たれていないんだけども、なぜか非ゴール数失点数が 1.7 で成功率もリーグワーストというところなんで、どう取るかですね。このまあもちろんサッカーって数字が全てありません、数字が全てではないんですけれども、にしてもねと、こんなにねシュート本数、非シュート本数少なくて相手にこうチャンスを作らせていないのに最後決められてしまうというのはどういうことかという感じも正直取りますけれどもね。はい、でこちらで、これが得点パターン、失点パターンのところになってきますが、札幌、30メートル未満のパスが得点が多いと、そしてクロスが10点というところなんで、やっぱクロス、まあ、ウィングバックがやっぱ浮きますんでね、システム上ウィングバックちょっと浮く感じになってしまいますんで、このウィングバックを、どうされるか、まあ、クロスを上げさない守備というところはまずは重要になってきそうな感じがしておりますけどもね。でこちらで、これは90分間監査の平均スタッツになってきます。まあ、札幌やっぱオフェンス面の、ね、数字がいいというところで、まあ、この他のスタッツという項目自体が、まあ、オフェンスの数字には、なってきますんで、ゆえにまあ札幌はいい数字が並ぶというところでしょう。まあ、ドリブルの本数も1位 で、あと 30m ライン進入回数もエリア内進入回数も3位と1位なんで、やっぱここですね、まあ、30m ライン進入回数、ここだから 30m 手前で止めることができるかどうかというと、もっと言うとまあエリア内進入、これを防ぎたいというところ、まあ、エリア内まで進入されなければね、まあ、裏をしっかり守ることができるでしょうし、ただ札幌は本当にとことんこのポケットのところですね、ポケットのところどんどん狙ってきますんで、そこをどういうふうに対応することができるかどうかというところでしょうかね。はい、ということで、以上、パルブンテージサッカーチャンネルのつつんでしょうか、チャンネルでます。その